真の自立を勝ち取るため、我らジオン国は我々も同じ土俵に立つんです。地球連邦政府に対し宣戦を布告。新型モビルスーツの開発系連邦軍の諸君、確かにこの戦いは辛い。だが我が軍以上に敵も疲弊している。ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。皆さんこんにちは、ワナリグルビッシュです。では今回はギレンネボジオン独立戦争機地球連邦軍編、イヤさん少佐を目指す最終回となると思います。続きをプレイしていきたいと思います。すでに少佐に昇進したイヤさんはですね、自分の軍団を今持っているという状態です。イヤさんの軍団の編成、簡単にご紹介したいと思います。イヤさんですが、実はですね、なんとイヤさんが乗っているのはビグザムになってます。ジョン軍が開発したモビルアーマービグザムですが、これをねダッシュすることができましたので、最後はヤさんがこのビグザムに乗ってサイド3本国に殴り込みをかけるというねシチュエーションになろうかと思います。その他で言うとですね、アレックスの開発も終わってまして、これにはアムロが乗っています。で、実はこのアレックスアムロ専用機になっていますので、限界値が 200% という形になっています。空いた G3 ガンダムには、セーラさんが、そしてフルアーマーガンダムも完成していまして、これにはスレッガーが乗ってもらっています。まあ、かなりの精鋭部隊になっているのがこのヤザンですね。では、早速ですが、攻略作戦を仕掛けていきましょう。サイド3の戦力ですけども、敵部隊、11から、まあ、マックス47という形で、かなりの大部隊になってますね。我々の方もアーバー枠、そしてグラナダ2つ拠点から攻略作戦を仕掛けていきたいと思います。ではまず作戦から。攻略作戦。サイド3。ここに攻略作戦を仕掛けます。進行ルートは、今お話した通りアーバー枠、そして、グラナダから、部隊を送り込んでいきましょう。で、ここはですね、アーバー枠に攻め込んだ時と同じくソーラーレイが発射されますので、それに備えておとり部隊を先に侵入させたいと思います。それに伴って作戦期間はね、最後ということもありますし、長めに設定しておきましょう。では、あ、バーワークイから、そしてグラナダから攻略作戦開始です。我が軍はこれよりサイド3攻略作戦を開始する。ジュオン軍の本拠地であるこのコロニーを制圧することができれば、戦いに終止符を打つことができる。地球の命運は諸君らの双剣にかかっているのだ。危険な戦いになるかもしれない。しかし我々が必ず勝利すると私は信じている。諸君らの健闘に期待する。やはり忠告は聞き入れてもらえなかったようだな。我々は恫喝などに屈しない。何があってもな。そうか、ならば望み通りソーラレイを発射してやろう。自分の愚かさを呪うのだな。ソーラレイ発射せよ。我が軍の被害は甚大です。ソーラレイの攻撃によってサイド3攻略部隊は約 30% に被害が出ています。くっ、リレン。だがジオンはこれで切り札を失った。この借りは必ず返してくれる。この戦いは一部の人間の私利私欲から始まった。彼らの欲望は多くの命を奪い、
そして今なお母なる地球を汚し続けている連邦軍の諸君、確かにこの戦いはつらい。だが我が軍以上に敵も疲弊している。そして敵に残された兵力は我々よりも少ないのだ。シナプスの部隊第12軍は一度アーバー枠に戻します。戻り次第レヴィル将軍の部隊を出していきましょう。レヴィル将軍の部隊はジム宇宙戦士王を中心にジムスナイパー2なんかも入れた精鋭部隊にすでに育っています。では先行してグラナダから、まずはヤサンの部隊ですね、これを出していきましょう。もう本当に最終局面ですからね。3ターン後に突入できます。同じくグラナダからですね、ワッケインの部隊も送り込んじゃいましょう。ブレックスの部隊ですね。ブレックスの部隊も内容を簡単にご紹介しておくとですね、ジムスナイパーで固めています。さらにガンキャノン重装型、ガンダムにはバーニング隊に乗ってもらっています。これを同じく3ターンかけてグラナダから進行してもらいます。この後今お話した通りレヴィル将軍の部隊もね送り込んでいきたいと思います。サイド3に部隊が到着しました。はい、サイド3にヤザンとブレックスの部隊が先遣隊として到着しています。この次のターンでレヴィル将軍の部隊が入ってきます。策略いきましょう。まず白い悪魔欲しいですよね。あとは90偵察を入れて攻撃陣形も使いましょう。レヴィル将軍が次のターンで入ってきた時に追加でさらに策略は行使していきたいと思います。まずはやっぱりヤザンがねビグザムで大暴れしてくれるんじゃないかなと期待をしていますが、敵大部隊だな。96部隊になってるな。想像よりはるかに敵部隊多いですね。これは激戦になりそうだ。まあ、進行ルートはですね、補給ラインを確保しながらビグザムを先頭に基地中心部に駆け上っていきましょう。敵部隊ですが、部隊は多いものの、まあ、ザクとかが多いかな。ただゲルググなんかも見えますね。ビグロ、ギャン、あとここにいるのはケンプファーかな。ザク系も多いですが、最新モビルスーツも配備されているように見受けられますので、この辺りはケアをしっかりしていきましょう。ではまずは補給ライン上を駆け上っていきます。では交戦状態に入りました。ホワイトベースだけですね、レヴィル将軍がおそらくここから入ってくるんじゃないかと思いますので、補給線のねルートをつなげるためにここの拠点を確保しに向かいたいと思います。これで次のターン入ってくるレヴィル将軍がねスムーズにブレックスとヤザンの部隊に合流できるように取り計らっていきたいという算段です。敵の部隊はヤザンとブレックスの部隊合わせても3倍近い部隊になってますので、レヴィル将軍がね、入ってきてくれた後スムーズに合流できるようにしておきたいかなというとこですね。ここもガンダムですけど撃破されてもおかしくないですからね。ガンダムが撃破されてます。アンズルよりもウムが安しってね。ビグザムの位置取りどうするかですね。あとはねビグザムはマップ兵器しか持っていないので、まあ、マップ兵器をぶっ放していくっていうのは基本的な戦い方になるかなとは思います。ここにじゃあまずはぶっ放しましょうか。あのマップ兵器だと鉱石地が稼げないっていう可能性があるんですけども、まあ、これも最終マップというところもありますので、鉱石地はもう気にせずに行きたいと思います。アレックスもここに展開してます。アレックスは伊達じゃない。ここはアレックスだな。ゲルググが
配備されているので、アレックスヘビーガンダム、そして G3 ガンダムっていうね、フルアーマーガンダムですね、フルアーマーガンダム、アレックス G3 ガンダムっていうね、ガンダム3スタックで攻撃を仕掛けていきます。完全撃破ですね。さすがだな、アレックスは。アレックスより高性能な機体はですね、一応高機動型ガンダムというものが用意されているんで、もう一段階強いモビルスーツは用意されています。まあ、ただ、技術レベル、すべてね、オール15になって初めて開発ができる機体になっていてですね、ちょっと今回残念ながら間に合わなかったというところなので、今回、投入している機体の中では圧倒的にアレックスが一番ですね。ここはビグザムのマップ兵器です。おお、一撃で撃墜スコア6を稼いでくれましたね。ビグザムはなんとか拠点に入れたいですよね。拠点に入れて、拠点の中で戦ってもらいたい。ここはギャンとの格闘戦で、ハヤトが撃破されてます。まあ、さすがはギャンというところかな。さあ、ビグザムですが、連射していきましょう。マップ兵器の連射です。そのね、河川上に入らないようにだけは気をつけましょう。アンプロのアレックスは下げます。フルアーマーガンダムと G3 ガンダムはまだまだ戦いそうですね。できればね、索敵でエネルギーを無駄に使いたくないというのがありますので、索敵はできるだけマゼランにやらせましょう。ギャンなんかは逆にね、格闘攻撃食らわないように少し離れて攻撃を仕掛けていきましょう。それと、この後、やっぱりビグザムには拠点に入ってもらいたいので、拠点を取りに行くというね、動きもしていきます。エネルギーの消耗がむちゃくちゃ激しいですからね。ここはビグザムのマップ兵器です。巨大メガ粒子砲、かすっただけか、撃墜一機ですね。ではレベル将軍が援軍として到着してますので、2ターン目に突入していきましょう。策略使っていきます。四季紅葉、あと黒い死神、この辺りでだいぶね、士気がこちらは上がって敵は下げてという形ができているんじゃないかなと思います。さらに補給支援もして、このターンで攻略戦を開始します。エネルギーも補充しちゃいましょう。ではレベル将軍の部隊もですね、合流します。補給ラインをつなげておいたおかげですごくスムーズに合流できそうですね。ただやっぱりまだね、それでも敵の部隊の方が多いという状態なので、ビグザムを使ってしっかり削っていきましょう。マップ兵器を使うとですね、エネルギーがむちゃくちゃ消耗するので、できるだけね、補給ライン上、そして拠点も確保しながら、進行戦を行っていきたいと思います。まあ、ビグザムはここですね。ここ。ビグザムの周りに敵がね、密集してくれると、
拡散メガ粒子砲を撃ちやすいっていうシチュエーションにもなったりすると思うので、うまくそういうシチュエーション作りにも、対応でしていきたいと思います。ん、ヤザンのビグザムが落とされた。ここは戦場だ。残念ながらビグザムもギャンのね格闘の前にはちょっと歯が立たなかったんですね。私が上手にできない。さあビグザムのヤザンはやられましたが、ここからはねもうアレックスにかけましょう。進軍していきます。さすがにビグザムもギャンの格闘をもろに受けるとやられちゃいますよね。ただまだねこちらはアムロのアレックスも健在ですし、戦力的には逆転できたと思いますので、ここから敵をね蹂躙して回りたいと思います。ヤザンはなのでこのね、シナリオでの撃墜スコアは最後7伸ばして109っていうスコアになったんじゃないかなと思いますね。もう立派なエースの撃墜スコアですよね。ここはアレックスが残れるか。ギリギリ残りましたね。ちょっと一度回復させてあげないと継戦するのが難しそうな状況ですので、アレックスは一旦下げましょう。ただその間も部隊は前進させます。ビグザムの野山を失ったとはいえ、戦局はね、圧倒的に有利に傾いてきてますので、まああまり気にすることもないかなと思います。多少の被害が出たとしてもですね、もうここからは、押し切りモードに入っていってもいいのかなと思いますので、攻めていきましょう。では基地中心部に向けて進軍していきましょう。ここにねビグザムがいるんですよね。まあ、このビグザムに対してはある程度被害が出るのは覚悟しておいた方がいいかもしれないですね。まあ、被害を覚悟の上で後続の部隊が到着するのを待って一気に撃破していきましょう。ビグザムもマップ兵器撃ってきましたね。敵のビグザムですね。このビグザムは早々に仕留めたいという思いはあるものの、どうなんだろう、今装備的に実弾兵装がどれだけ数いるかだな。ここは少なくとも宇宙船仕様のジムがバズカー2本持ってますね。なんでこれ倒したいな。あとはガンキャノンもいるので、このガンキャノンちょっと減ってますけど、ガンキャノンも実弾兵装を持ってるので潰しに行きましょう。あとはアレックスの格闘、これも入れたいですよね。これでなんとか仕留めたいと思います。あとはね、ここにドズルさんがいるんで、ドズル中将がいるんですよね。このドズル中将なんかもしっかりね、仕留めていきたいと思います。まずは何はともあれ、ビグザムを仕留めて、基地中心部へと、進軍をね、進めていきたいと思いますので、部隊を進めていきましょう。これでドズルも撃破です。ビグザムも、囲んで実弾兵装で仕留めました。まあ、本当に惜しいのが最後ヤザンがねビグザムでもうちょっと無双してくれるところを見せてくれると、まあ、動画の企画としてすごくね、いいものに最後なったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ちょっとビグザム突出させすぎまして、
ギャンの拡張の前にすでに沈められてますので、あとはねエンディング目指して頑張っていきます。では最後敵殲滅して攻略完了していきたいと思います。ギレンは最後 HLV に乗ってるんで、どっかに脱出するつもりだったんですかね。まあ中盤以降、まあ後半にかけてはですね、連邦軍がジオンを圧倒する展開に持ち込めたのが良かったですね。前回のジオン軍の反省点も生かしてしっかり内政できたので、ゲームを進めれば進めるほど難易度が下がっていくっていうね、理想的な展開だったんじゃないかなと思います。サイド3ではこの後エンディング見ていきましょう。ジオンには我が軍に抵抗するための戦力は残されていません。これ以上の戦闘は無意味だ。ジオン政府に降伏勧告を行う。何としてもコロニー内の戦闘は避けたい。了解しました。これ以上の犠牲は何としても防がねばなりません。しかしジオンは受け入れてくれるでしょうか。スペースコロニーは外からの攻撃に弱い。対戦時にそれを証明したのは彼ら。受け入れるよ。必ずな。宇宙都市サイド3。宇宙の闇に浮かぶ戦いの元凶。ジオン公国を生んだスペースコロニーはついに陥落した。激しい戦いの末、地球連邦軍は戦いに勝利を収めたのである。連邦政府は第2第3のザビ家出現を防ぐため強力な中央集権体制を確立する。地球圏は再び連邦政府の統治下に置かれ、人類に平和が訪れたのである。だがそれは争いがなくなったのではなく、争うことすらできない抑圧が人々に課せられただけであった。やがてその抑圧は新たな戦いの火種を生む。戦後も抵抗を続ける戦士たち。再起を待ち暗礁空域の闇に潜む崇高なる魂。そして暗黒の宇宙から地球を見つめる眼差しと赤い彗星。なぜ人は戦うのか、争い続けるのだろうか。だがその問いに答えられる者などいない。戦いによって散りゆく魂の一瞬の輝き、その輝きが刻む影の中に真実は潜む。人は答えを求め戦い続ける。戦いが放つ魂の輝きとそこに隠された真実を見極めるために、やがて戦いの歴史は伝説となり、戦いに散った人々の魂は黒き歴史を照らす神話となるだろう。これからも人は戦い続ける。永遠の平和を手に入れるために。はい、というわけでギレネボジオン独立戦争期地球連邦軍編、ヤザの少佐を目指す、これで終わりにしたいと思います。最終階級は少佐昇進というところでヤザンは止まっています。ギレンの野望シリーズはじめですね、ガンダムは、今年40周年イヤーということもあって、通年を通して、何かしらのねガンダムゲームは実況プレイしていきたいと思いますので、今後もぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。